どうもジャクロでございます。人選解説ということで、今回ご紹介する監督はこちら常福博監督でございます。で、今回ね、この監督、超攻撃的なフォーメーションでご紹介させていただいたんですけども、今週はですね、J リーグの監督がこのフォーメーション採用している監督が非常に多くてですね、監督が違ってもですね、ある程度ね、今回、人選に関しては参考にしていただけるのかなと思っております。で、戦術見ていくと、オフェンシブ戦術がですね、カウンターショートパスフォーメーション重視、フォアチェックサイドアグレッシブ。で、ディフェンシブに関してはカウンターロングパスサイドフォーメーション重視、フォアチェックアグレッシブ。ショートパスかロングパスかの違いでございます。で、一応ペスハブの方でね、裏設定など詳細見れるんですけども、ちょっとね、初期から更新がないので、ちょっと違う部分があるんですよね。で、裏設定的には、ペスハブから言うと、サポート距離が8、ディフェンスラインの高さが3、コンパクトネスが6となっております。使用した感じはね、だいたいそんな感じかなという印象ですね。で、今回は、ショートパス、ロングパスあるんですけど、ロングパスの方がですね、非常に上がりっていうところがいいので、今回はロングパス戦術を使って、人選解説をやっていきたいなと思っております。ということで、早速解説の方行きましょう。まずですね、センターフォワードですね。センターフォワードは今回、ラインブレーカーと、もう一人がですね、無印、ポストプレイヤー、ボックスストライカーがおすすめです。ラインブレーカーは、どんなタイプでもハマるかなと思っております。おすすめはですね、スピード系の選手がこの戦術に合ってるかなとは思っております。候補としましては、トーレス、ルンメニゲ、ムバッペ、オバメヤン、ジェズス、ラッシュフォード、そのあたりで組んでいただければ無難かなと思います。で、もう一人はですね、できれば、パススキルがついている選手の方が、連携だったり、ラストパスが出せたりするので、おすすめかなと思います。その他の能力が高ければなくても全然いいかなとは思います。おすすめは、いつも通りなんですけども、フリット、トッティ、ケイン、ロナウド、アザール、メッシ、ハベルツ、フェリックス、そのあたりでね、いろんなタイプがいますけど、そういった選手、結構自由枠なんですけど、そういったあたりのね、ちょっと落ちてくるタイプの、選手がおすすめかなと思います。続いて2列目ですね、OMF なんですけども、意外とね、守備の時、このアンカーの位置、このぐらいまでね、下がってしまうんですよね。なので結構、距離が空きやすいんですけど、しっかりね、戦術的には上がっていきますので問題ないかなとは思うんですけど、場合によってはね、距離が空いたりするんで、バランスはね、取っております。一人はですね、無印の選手、またはチャンスメーカーとか、ナンバー10の選手がおすすめかなと思います。ここに置く選手はですね、ワンタッチパス、スルーパスとか、パススキルが優秀な、パスが上手い選手を置くのがベストかなとは思います。候補としましては、いろんなタイプいますけどね、ここもね。左右逆転してもいいです。左右入れ替えてもいいんで、アザール、メッシ、ジョアン・フェリックス、デブライネですとか、フリット、トッティなんかもおすすめですかね。いろんなタイプがいるので、自分が持ってる選手でね、代替してもいいのかなと思います。で、もう一人がですね、2列目の飛び出しですね。ここは攻撃型の選手でもいいですし、守備能力に長けてる選手でもいいのかなと思います。タイプ的にはね、クライフ、ザニオーロ、ファンデベイク、グリーズマン、ブルーノ・フェルナンデス、ハフェルツとか、いろんなタイプいますので、自分が使いやすい2列目の飛び出しの選手でもいいのかなと思います。守備が気になるのであれば、守備力がね、高い選手を使うのがいいかなと思います。で、3列目ですね、ミッドフィルダーの部分なんですけど、今回はですね、サイドからいきますか。まず左からですね、カマビンガ使っております。ここの位置はですね、結構自由枠なんですけど、カマビンガにはですね、別格と言いますか、ドリブル、スピード、オフェンス能力にプラスして、ディフェンス能力もかなり高い能力を持っているので、今案は5なんですけど、持ってる人はぜひね、使っていただきたいなと思っております。持ってない方はですね、基本的には、ボックス2ボックス、ハードプレス、あとは2列目の飛び出しの選手とかがおすすめかなと思います。一応 CMF で閉じて中の攻撃をね、もっと厚くするのが、おすすめかなと思います。これね、3トップの場合はサイドハーフができる選手をね、控えにでもいいんで、置いした方が、3トップの場合はですね、サイド攻撃に対応できるかなと思います。基本的には、CMF で、中に寄せてて大丈夫かなと思います。一応ね、安管の両サイド結構空間があるので、そこをカバーするという意味でもね、CMF に1枚閉じております。もう片方はですね、ボックス2ボックスでいいかなと思います。攻守のバランスが取れておりますので、攻撃にも参加できますし、守備にも参加できるというところでおすすめです。それ以外で言うと、ウィング系の選手というよりは、サイドバックの選手の方がいいかなと思います。これだけね、ちょっと特殊な形のフォーメーションなので、ある程度守備は意識した方がいいのかなと思います。で、左側のね、CMF に閉じてる方はですね、候補選手としては、カマビンガはね、もちろん特別枠なんですけど、サイドハーフにするならサウルとかネドベドとかがおすすめなんですけど、CMF にするんだったら、その2人プラスですね、カンテとかゾブニンでもいいですし、2列目の飛び出しの選手、ザニオロだったり、ミリンコビッチ・サビッチとか、ロブソンとかでもいいですかね。そういった感じで、縦の動きに強い選手を使うといいかなと思います。で、右側は、ボックス2ボックスの選手で、右できるおすすめで言うと、ベッカムが、一番いいかなと思いますが、黒沢ベッカムでもありかなと思います。あとは、ビダルとかもね、サイドハーフ適性あるので、おすすめかなと思います。ただこの両サイドハーフに関しては、どちらかというとね、スピード、片方はね、スピードもあった方がいいですし、あとは、パス能力、パススキルがあった方が、サイドからのね、攻めに対応できるので、それ系はあった方がいいですね。ワンタッチパス、スルーパス、バックスピンロブだったり、ピンポイントクロスとか、そういった能力があると、非常に攻めやすくなるかなと思います。DMF ですね。で、ボランチの位置はですね、アンカーでいいかなとは思います。一応、ロングパス戦術なので、しっかりね、他の選手は上がっていきますので、一応中央をブロックするという意味ではアンカーがいいかなと思います。ハードプレスとかはですね、結構上がっていくので、もちろんその攻撃参加させたい方はハードプレスでもいいんですけど、基本的にはアンカーでいいかなと思います。いつも通りですね。一応このカマビンガも、この代用はできるかなと思います。バリオス、ロドリ、ブスケツ、グエンドゥジで、このカマビンガがね、入ってくるような形になるかなと思います。で、続きまして、センターバックですね。センターバックに関しては、前回のね、3バックの監督と一緒で、真ん中はマンマークなし、ダビンソン・サンチェス。で、両サイドはね、いつも言っている通り、今回はコンディションで選んでおりますが、スピードがある選手の方が、カバーしやすい。裏抜け対策ですとか、フラパス対策として、スピードがある選手。または、中央のセンターバックにはない、バランスをとって、両サイドね、固めていくのがいいのかなと思います。で、ゴールキーパー。ゴールキーパーに関しては、これもコンディションが高い選手を選ぶのがいいかなとは思います。で、控えですね。で、控えに関してはですね、まず、サパタね、今週は使っておりますが、フリットの代わりですね。で、ベンエデルはトーレスの代わり。で、ベッケンバウアーに関しては、対応ポジションがすごく多いので、OMF から下に関しては、ベッケンバウアー、どこでも代用できるかなと。で、ブルーノ・フェルナンデスはね、好調なんで控えに入れております。で、クライフの代わりですね。クライフとか、アザールの代わりに入れたりもします。で、ネドベドはカマビンガのところですね。で、ビダルは、ベッカムの位置ですね。時にはバリオスの、位置に入れたりもします。で、キャンベルは、センターバックね、一応、B 以上なので、センターバック B 以上で組んでるので、基本的にはないんですけども、一応念のために、入れております。で、ポイントですね。攻撃のポイントに関しては、ディフェンシブ戦術でね、ロングパス戦術にしているので、しっかり、このバリオス以外はね、ガンガン、上がってきてくれるのかなっていう感じですね。なので、この監督に関しても、ボールを奪ったらね、素早く攻撃を展開していくのがベストかなと思います。で、一応サイド攻撃の監督なので、無理にね、中央突破をしようと思ってもね、結構攻撃が詰まったりしますので、サイドをね、うまく使いながら攻撃を展開していくのが一番攻撃しやすいかなと思います。で、このカマビンガがね、非常に、そういった役割をね、担うといいますか、ウイング的な感じでね、しっかりサイドを駆け上がっていってくれるので、非常にいいですね。ドリブル能力も高いですし、パス能力も高いので、かなりね、このサイドに置くと、非常に攻撃がしやすくなります。で、ベッカムに関しては、やっぱりフライパスとか、グランダーパスの能力が優れておりますので、ドリブルで上がっていくというよりも、パスでね、展開していくような形でバランスをとっております。で、一応守備の時は、この OMF の位置がですね、この辺ぐらいまで下がるので、しっかり、この2列目の上がりを確認しつつ、この前線が4枚ね、形ができるまで、選手の動きを見ながらパスを出していくのがベストかなと思います。まあ、上がりきれない場合はですね、サイドをうまく使いながら前線に上がっていくというところを形作っていけたらなというところですね。この4枚の形が前線で作れれば、まあ、非常にもう点が取りやすいフォーメーションになっておりますので、そこをしっかり意識してね、攻撃のパターンをね、作っていただきたいなと思います。で、守備に関しては、やっぱりロングパス戦術にすると、前線にね、上がっていく要素が強くなりますので、バリオスの両脇とサイド、バランスを取りながらね、守備をしていくのがいいかなと思います。まあ、サイド攻撃の監督、中央突破のね、監督と、それぞれね、対策はしていただきたいなと思います。まあ、ラインはそんなに高くないんですけど、やっぱりディフェンシブ戦術の方が、まあ、裏抜けされる確率は高いですね。まあ、それが怖いなっていう方はオフェンシブ戦術に変えた方がいいかもしれないです。あとはね、ロングパス戦術でサポート距離っていうのも結構高い監督なので、まあ、この2列目の選手とトップの選手との距離感のバランスを取りながらうまくね、ボールを運んでいくのがいいかなと思います。これがね、空きすぎると、まあ、なかなかそのトップが孤立してしまってね、まあ、2列目以降がね、上がってくる前に仕掛けてしまうと、なかなか攻めあぐねてしまうので、この2列目の位置を意識しながら、まあ、攻撃を展開する。まあ、そしてサイドをうまく使うっていうのが、この監督の、まあ、良さをね、最大に引き出す形かなと思っております。はい、ということでね、J リーグの監督に関しては今回ね、この形のフォーメーションの監督ね、結構いるんですよね。一応、常福監督がね、今まで使ったことがある監督だったので、今回、常福監督を選んでね、人選しましたけれども、まあ、このフォーメーションの形がね、他の監督でいればですね、カウンターで中央攻撃、まあ、そして距離感がね、もう少し近い監督がいれば、そちらの監督の方がもしかしたら、攻撃力は高いかもしれないですね。まあ、使いやすいかもしれないです。ということで、今回は以上でございます。次回もウイレアプリ2020で会いましょう。さよなら。